岡田ゆ香子は、日本のスポーツジャーナリスト、元女子自転車競技選手。愛知県豊橋市出身。桜ヶ丘高等学校自転車競技部に所属し、キャリアを積み始める。2003年3月に行われた、全国高等学校選抜自転車競技大会500メートル TT で、優勝。7月に開催された、ジュニアオリンピックカップでも優勝する。 高校卒業後、順天堂大学に入学し、自転車競技部に所属。マネージャーに転校後、大学のインターンシップを通じて、日本最大の国際自転車ロードレース、ツアー・オブ・ジャパンに、広報スタッフとして参加する。ツアー・オブ・ジャパンで自転車専門のスポーツジャーナリスト、山口和幸と出会いで仕入り。スポーツジャーナリストとして、国際大会やスポーツ雑誌、ターザン。 日刊スポーツなどで執筆活動を開始。2009年に英文庫、7月のフランス自転車とともに、を出版。現在は大阪府在住。京阪神エルマガジン社のネット媒体、lmaga.jp に記事を執筆している。大阪維新の会を応援する記事が多く見られ、日本維新の会代表の松井一郎や大阪維新の 会代表の吉村博文の会見内容をそのまま垂れ流すなど記者としての資質が問われる。特に昨今のコロナ禍においては誤った医学的内容の記事を医学知識もないのに配信しており問題視されている。京阪神エルマガジン社サイトにて2021年8月19日付で掲載された8月18日の大阪府定例会見の記事の見出しに コロナを普通の風にと、会見で語られなかった文言をつけるなど、ジャーナリストとしてはその資質が問われる。また、吉村博文が、岡田の記事をツイッターで引用するなど、維新との相互のつながりも疑問視される向きがある。7月のフランス自転車とともに、ありがとうございます。